wood! Watch his belly! Change wing! Ой, бұны өкек түсі қарда!
叔父上は民にとっての手本、戦場の外でも誉れある行いでずっと守ってきてくださった。忘れてはならんこと。重則様の紫電一閃をご存知ですか？その技はただの言い伝えであろう。琵琶法師は本当のことだとおっしゃっていました。あちこちの村で法師の噂を耳にすることはあったが、今は小松の火事場の近くにいるはずです。もしお話通りの強力な技であれば、敵に使われてはひとたまりもないでしょうね。降伏した方が良かったのかも。生き延びような。
切るぞ。怪我をする前にやめておけ。お侍には見苦しいかもしれませんが、剣の腕を磨かねば、さらわれた娘を助けられません。どこに連れて行かれた？猛虎勢の砲を下ろした戦船に。二隻あるな。兵も大勢乗っていよう。勝ち目はないぞ。小舟と太刀があります。あとは腕の立つお侍がいれば。助けよう。船に乗れ。ありがとうございます。兵の相手は任せろ。どうか娘のことを頼みます。待っておれ、すぐに戻る。マキに違いない。助けて！
参る。動くな。マキか。はい。父親が船で待っておる。ついてこい。こんなところまで来てくださるなんて。みんな死んでる。死んで当然だ。ええ、ですが、夢を見ているようで。浜に戻るぞ。承知しました。もう安全だぞ。何日も死ぬ思いだった。何日も待たせてすまない。二人とも休め。それからどこかにかくまってもらえ。お、そうします。これからどこへ行くの？お前は心配しなくていい。かかってこい。やすいね。Stay! Keep it! Keep it! Keep it!
援はせんぞ。待たせてしまったな。なんとお礼を申したらいいか。行け、達者でな。お受け取りください。尋常に勝負。お前を殺せば名を残せるかもな。妙な動きには騙されねえ。おい、動くちゃ張った。でも、めぐんだよ。やったな。Huh?
番手は誰だ。これ以上仲間を殺させはしない。お前の噂など全て嘘なんだろう。どんな鎧でも結構です。もし太刀のお手入れをいたしませんか。鉄すら切れるでしょう。酒井様、十分な素材をお持ちください。お待たせしました。ではその太刀でどうか我らをお守りください。前より増えてると思わんか。そりゃそうでしょう。多くの神社が壊されてしまった。なあ、心なしか泡の味がおかしくないか。違うよ、味が変だ。実は泡が足りなくてな、他の食い物を足したんだ。やっぱりな。この前は葉っぱの味がしたぞ。葉っぱや水、うん、お侍様が一人もいないんじゃ、このまま乗っ取られるのを見てるだけだよ。いつか本物の浜道は洗い流される。な、鎧を仕立て直しましょうか。ああ、素材を十分にお持ちでないようですね。これで安全です。Thank you.
きっとあなた様をお守りしてくれます。お助けを。ムクロだ。誰が殺した？恐ろしい侍です。奴は重則の試練一戦について教えろとわめいていました。答えを得られぬと知るや怒りに任せ切りつけたのです。答えとは何だ？見当もつきません。語りを聞かせろ。狙いを見定める。対馬に人の移り始むるほど異様な雷と大風島を襲いけり、雷の満ちたる土より稲妻の獣入れたり、獣さがあらければ里にて暴れ破壊の限りを尽くす。早くて防ぐことをあたわず、かの稲妻の獣を果たし当たう者あらば重則のみぞとて、義人対馬第一の早業の武者を頼みけり、重則刀を持って余人に遅れを取らず、編み出したる秘剣を試練一戦と称す。人の眼にて見ること当たわざる技なり。重則は村の獣を釣り出して小松ヶ浜へ誘いたり、砂が捕らえる獣足、獣二人と渡り合い、稲妻に砂は灰となり、木は炭となる。心とばかり重則は試練一戦なでぎりで、最後の獣が発るほど雨雲を去りて空は晴れ、対馬は子供の中に行けり。その後重則隠れすぎて出会う者もまれなり、類なき勇と腕とを示しし者のみに試練一戦の奥義を伝う。大風来たる時、刀を重則の庵に捧ぐ。ありどころを知る弟子のまた獣シーゾケンとの思いなればなり。犯人の狙いは重則の技の得得、そやつに渡すわけにはいかぬ。どっちへ行った？女が橋の方へ逃げると、そやつも始末をつけさせねば。奉仕が言っていた橋、鳴き声がする。どこだ？お侍様、みんな
されちゃって。犯人を見たのか。知り人でした。子が安平。聞いた名だ。槍川家の老頭だな。顔はわかるか。忘れたくても忘れられません。ついてこい。橋の向こうに足跡があるはずだ。狐の跡、急いで逃げたのか。古賀について他に知っておるか。幾年も前に槍川家に仕えていたことしか。槍川家は反乱の後離散し、家臣も追放されたはずだ。古賀は対馬を離れ、蒙古襲来の折に戻ったとか。その後のことは分かりません。いずれにせよ、あのような所業は許さぬ。この先、敵陣があるようだ。蒙古だ。隠れろ。行ってこい。邪魔が。安平という者を追っておる。さっきまで櫓におりました。まさか蒙古と。はい。ですが言い争いを。重則という言葉は聞き取れました。櫓を調べる。新手が来る前に身を隠すがよい。何をしておった。白い歯、稲妻で色が抜けたかのようだ。重則の話は蒙古にも伝わっておる。古賀は奉仕の語りと比べたのか。試合場だ。これを探しておったか。古賀はいずこかで試練一戦を伝授されるつもりだ。この近くに白い葉をつける木があります。そこが行き先。助かったぞ。安全な場所へ逃げろ。承知しました。あのけだものを倒してください。白い葉の木を見つけねば。
古賀はここの葉を集めたのか。あれか、白い葉、稲妻で色が抜けたかのようだ。このうめき声だ。내기 좀 할 수 있다. 누구야? 犯人は猛虎を連れた男か、うん、祖父から試練一戦を授かるため連れ去りました。祖父の命が危ない。行き先は？祖父の稽古場、小松の海岸にあります。どうか祖父を。
甲賀に得得させるわけにはいかぬ。どうにかしてください。船の修繕のため木が切られてます。どこで？東の海岸の宿営です。誰かが切り倒して渡ったようだ。古賀が連れてきた猛虎だ。古賀は何をしておった？古賀め、なぜ殺した？いつからあるのだろうな。足跡だ。新しい。古賀康平、槍川の狼藉者め。昔のままだな。槍川が焼かれた様をお前は知らぬであろう。この15年もの間、わしは志村を切り殺すためだけに生きてきた。叔父上に会うことはかなわぬぞ。あのじじいから死に際に試練一線を授かったぞ。その身で受けよう。
よい。おい、随分とのろまだな。それは違う。この場で見極めておる。技のみでは俺には勝てぬ。かような才能があろうか。対馬を守るためにのみ試練一戦を使うとお主に誓おう。
竜像は墓におるはず。心臓が出てどれほど。おう、来たか。それじゃあ飯をぶんどりに行くか。これで皆か。戦えるやつだけ集めた。他の連中は動けなくてな。砦を襲うには心もとない。枯れ木に満開の花を咲かせる方がたやすいかもな。七に生ありだ。七に陥らぬよう進めたいもんだな。石膏が戻った。来い。中に大勢いるぞ。櫓にはのろしずつも。船の兵に加勢されては一大事だな。挟み撃ちに遭う。俺が何とかする。筒を壊したら討ち入るんだ。失敗したら俺の仇を討って兵糧を奪えばいい。そりゃ明暗だ。櫓から目を離すな。分かったよ。Thank you.
合図してやらねばな。櫓の火が見えるはずだ。頼むぞ、龍蔵。食料を運ぶんだろう。食いもんがねえ。櫓にもなかった。他にはないか。もうこのムクロと神の山だけだ。見せろ。お前読めるのか。鑑賞ならば多少はな。いつの間に。孫子を学んだ折だ。ここは中継所だったよ。兵糧は今頃船に。船は港だ。追いつけやしない。砦では奪った。まさかお前。話を聞こうか。まずは様子を探ろう。浜に蒙古の小舟がある。蒙古の陣はまさか突っ切るとか言うなよ。固い防備に急兵か。正面からでは難しいな。仲間を敵陣に送り込むのはごめんだぞ。急兵を崖に置け。注意を引きつけた隙に船を盗もう。あの火薬に火矢を放ってはどうだ。ひととき気は引けても浜から目を離すほどじゃねえな。砦のことはまだ気づかれてない。奴らが気もしない味方を待つことになる。船を盗むまで時を稼いでくれ。その後は森に逃げ込め。合図を出したら好きなだけ暴れるんだ。行くぞ。浜に降りよう。聞こえたな。行く。頭見ててください。お前の戦い方、長尾家の刀比べを思い出した。
お前は手立てを選ばん。勝負だからな。お前も本気だったろ。さてね。何が言いたい？別に、ただ思い出しただけだ。またいずれ話そう。死なずに済む。用意ができたようだな。松明を。頼んだぞ。さすが俺の仲間だ。あの火を見ろよ。急がねばならぬ。貝を持て。ここまでうまくいくと火に気を取られるからな。音を立てるなよ。食い物を探そう。刀比べは煩わしかったのか。気づいてくれたか。ないな。早く言えばよかったものを。言いたくても会えなかったからな。いざ、昔の話だ。何もないな。兵糧はあったか。いや、隣の船か。聞こえたか。4人、いや、5人はいる。逃げ場はないな。戦うぞ。急ぐぞ。次の船にあるはずだ。俺が行こう。ここは任せる。流行るなよ。
내 칸. 야 말은 야기야 바로. 사기했으니까 새를 맞춰라. 집세계 빌트. 竜蔵と話そう。デカッパラ見たか。食いもんは奴の腹ん中だよ。おっしょ、バーカー。実は俺たちの食いもんが。龍蔵、逃げるぞ。泳げるか。それしかねえんだろ。気も回ってる。見つからぬよ。隠れなければ。あそこに身を隠せそうだ。食いもん持って帰るって約束したのに空手で戻るとはな。別の手を考えよう。それまでに全滅しちまうぞ。船でこれを見つけた。敵の兵略図だ。補給路が載ってるか。地図も書かれていた。役に立とう。よこせ。抜け駆けするつもりか。俺は奴らを養わなきゃならん。お前とは違う。その地図がいるんだ。金田の木には来てくれるな。約束しよう。姿を見られるな。お前のようにか。ユナにまた会わねば。
ください。避けろ。かかってこい。発生メクチャの早いの方がすんな。ですね、安全なところへ。抜かるでないぞ。これを感謝の印として。
上に勝負。その太刀、お前が死んだら俺が使ってやる。うわ、マサコ殿、家族を探しておる。夫は見つかったのだが、二人の息子がまだ。対馬の武士らしいお働きでした。最後の地を知らぬか。いえ、戦は混乱を極め、叔父上を見失うほどでした。手伝わせてください。来い。これから浜のこちら側を探す。見ろ、兵だ。足立家の兵です。ああ、だがなぜ一人落ち延びようとしたのか。すべての老頭が主の仇を討とうと勇んでおりました。逃げることなく。良いことを聞いた。皆忠義を尽くしたか。一族の旗を見つけたら知らせてくれ。政子殿、こちらへ。足立家の旗。浜を進んでいた様子。ならば我らもこの方角に進むぞ。菊池家の旗。こやつは見たことがないが、姉の夫も仕えていたが。兄君も近くにいらっしゃるはず。探しましょうか。今はいい。息子らを探すのが先だ。酒井家の旗だ。私の馬、
私は死ぬところを。申してみろ。叔父上に救われました。その恩は返さねばな。おかげで生き延びたのだ。悲嘆するな。誰です？正則だ。若輩者ではあるが、年老いた父親に代わり戦に出陣した。肝が据わっておる良い息子だ。ああ、だが我が子はどこだ。長尾家の武士だ。弓の名手を抱える一門でした。右に出る者はいなかったな。先生さえご出陣くだされば。志村家の旗だ。戦の最中、この旗が倒れるたび、叔父上かとおののきました。死を恐れるのは世の断りだ。氏影、息子らの良き友であった。最後までそばにおったはずだ。ではこの近くに。行くぞ。猛虎のムクロも置き去りか。無用ということです。重里、重成、かような扱いがあるか。下ろしましょう。館に残っておれば妻と子の隣で眠れたというのに。有明は遠く危険な旅です。近くに埋葬できる地があれば弔うこともできましょう。かがり火台、幼い息子の遊び場だった。今は猛虎の手にあるのに。ならば奪うまで。かがり火台はこっちだ。二人はかがり火台が好きでな。遅くまで戻らぬ時は決まってそこにおって星を眺めていた。良き母ですね。そう自負しておったが、二人の子が先に行き母が残るなど、これほどの無念があろうか。母上を亡くした時、私も己を呪いました。しかしお主は幼く、母君は病、お主にできることなどなかっただろう。それが事実でも慰めにはなりませぬ。そうだな。まだです。新手が来ます。下から来るぞ。ご用心を。
あれを森から来ます。その様子です。ようやくだ。息子らを運ぼう。二人が元服した後も、世を明かすことを許さず、呼びに参ったものよ。母を亡くしてから恋しかったのは、私を呼ぶ声でした。母君は安らかに眠っておる。安心しろ。志村殿を救出する折には私に知らせろ。お主には助けられた。必ず手を貸そう。なれど今少し息子らのそばにいさせてくれぬか。承知しました。ご無事で、政子殿。
よし。 こちらの精鋭を出せ。